我々は正義の使いだお前たち邪悪な経営者が人の心を忘れ人材を消費し続ける行動に神も我々ももはやお前たちの血肉でしか許しを与えることはできない悪がはびこる社会にふさわしい罰を下す邪悪を見逃し助長させる愚かな社会への報復手段としてまずはおでんに触れるか触れないかのギリギリのラインを攻めまくることとする 次に雑誌コーナーには隠しておいた先週のジャンプを乱雑に配置し読者に嫌がらせだ売り物の肉まんを好きな女子の胸に入れまくって限界突破さえしてしまおう口うるさい店長には我々の陰謀で口を塞いでやるのだ賞味期限が近い商品はあえて後ろに下がらせ厚底詐欺弁当には付箋で買うなのメッセージだ最後に 24時間営業だが、夜の9時には店を閉めてしまうつもりだ。これらの報復活動はすべて、お前たち邪悪な行動が招いた結果であることを理解した方がいい。恐怖せよ。これから我々がそちらに出勤するぞ。